シェンファエ、私の役目は終わった。我ら一族に託されし法王が今完成した。村に伝わる定めの時が来たのだ。シェンファよ、かの法王を携えし者とその証を確かめるのだ。そしてその者に身を委ねよ。共に行くがよい。お前に家伝の七星剣を授けよう。その剣を私と思い身につけるがいい。私はいつもお前を見守っている。これはリョウ。ああ、これは竜と鳳凰。鏡と同じだ。父はこれをそのもの東の戸津国より海を渡りて現れる若者、姫氏力いまだ知らず、かの身を滅ぼすことも、かの願い叶えしことも、その者勇み立つ時我を求めん。共に荒れ野の道を行かん。待つて願え、開口は我の古よりの定めなり。地より現れし竜が黒雲を織りざない天を覆うの。舞い降りし鳳凰、その翼に寄りて四風を生むがごとく、漆黒の世は広がりしも、明星は一つ灿爛と輝く。その歌は村に古くからある言い伝え。鳳凰携えし者。